はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。今回はですね、ドラゴンクエストライバルズやっていきたいと思います。今日も今日とて増殖デッキ使っていきます。今回増殖するのは極楽鳥ということで、以前紹介した極楽地獄っていうあのデッキとちょこっと違いまして、癒しの完成とかよく入れてたんですけども、まああの減らしてエロスの弓で代用したり、あとはそうですね、ロトの血を引くものを入れたので、タバサじゃなくてロトの血を引くもの、まあ、ロトの血を引くものの方がほぼほぼ毎ターンね、あのヒーロースキル使えるからいい感じにいけばね、5ターン目、6ターン目くらいにはもうね、レベルマックスでいけるんじゃないかなということで、はい、今回はロトの血を引くものでございます。早くレベル3にして、極楽鳥を出して増殖してって感じなので、まああのぶっちゃけな話、信号の術はいらないかもしれないですね。ただまああの狙い撃ちっていうのをうまく使っていきたいということで、今回はこちらのデッキでやっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。俺の勇姿を見せて。さて、お相手さんはククールさん先行、まあ悪くはないんじゃないでしょうか。あーニードルラッシュだけさようならバイバイ。オッケー、天使の眼差しが引けたということは極楽鳥が4ターン目には置けるぞ。信号の数図、1ターン目2ターン目の動きはほぼ見えたかな。まあ、信号の術は使わなくてもいいような気もするんですよ。まあ、あの最初にも言ったんですけどね、いらないような気がしなくもないんですが、まあ使ったらね、ステータスがいちいち上がるから強いんじゃないって。ここは戦うプラス、天使のまなざし。さて、お相手さんもロトの血を引くものなので、どういうデッキかっていうのがちょっとわからないですけど、まあ、想像がつかないですね。ドラゴンククールはもうほとんどないと思うので、プラスドラゴンククールだったら多分ロトの血を引くものじゃないと思うんですよね。行こうか。そうですね。あ、まあいいや、王女救出プラステンション上げで行こう。終わりましょう。本当は信号の術、俺のターン、信号の術使ってもまあ迷いどころであったんですけど、早くし、リーダースキルを3つに。お相手さん、信号の術、増殖デッキの匂いがするぜ。ここはもう低い料理じゃねえな、極楽鳥や。忘れてた、極楽鳥を置いておけば、うわあ、極楽鳥でいこう。ザオラルが見えているので、まあまあまあ大丈夫でしょう。どうするかな。お相手さんがそうですね、あの体力4までのフォローから出すでも取れるんですけど、パワースナイプ取る手段がないのではないか。俺に任せろ。あ、ミラクルソードあったね、そういうの。一応これで極楽鳥が死んだので、次からザオラルで復活する。盤面的に有利も取っておきたい気がするので、そうですね、ザオラルで1体復活させるプラス王女救出でいいかなと。テンションも上げておけば、竜王一戦も使えるようになりますし、ここはザオラルで復活の杖が見えているので、そうですね、次王女救出しつつ、ミラクルソード、ミラクルソード使うような場面来るかな。さて、お相手さんの2ターン目、お相手さんが何を増殖するかっていうのもあれですけど、僕は極楽鳥。クイズライブかよ、マジですか。あらまあ、これはこれは俺のターンだ。まさかクイズライブですか。いいんじゃない。これがでもね、気をつけないといけないですよね。俺に任せろ。クイズライブ倒したはいいものの、その後が危険ですので、パッパとやるしかないですな。これで一応はレベル3になりましたと。極楽鳥が死亡時に相手のリーダーに3ダメージ、僕のリーダーを3回復を持つので、
テンション上げて終わりましょう。ベホイミ使ってもよかったんですけどね。精霊の矢が、一番ダメ。ダメってことはないですけど、あ、持ってるか。精霊の矢で 6PP 分、コスト詐欺できるので、残り 6PP で何をしてくるか。エロスの指、テンションを上げる。テンションを上げる。王女救出。回復はするのかな？しますね。オッケー。癒しの波動。癒しの波動。だったら、俺のターン。もう復活の杖でやっていきますか。そろそろ覚悟を決める。これで極楽鳥が生き返る。体力プラス1。狙い撃ち。死亡時能力付きですよ。さて。クイーンスライムがね、まだ1回しか死ねてないから9ターン目のあれもそんなに怖くない。お相手さんもレベルマックスになりましたね。極楽鳥は今体力5だったので、神言の数珠を2枚使って復活させても竜王一戦でさよならバイバイしちゃうわけか。まあそれは仕方がないとして、終わりだ。極楽鳥を取ってくる。残念ですがあなたにもダメージが入ります。王女救出じゃなくて王女の愛を使った。あ、回復しちゃう。回復しちゃったら僕の極楽鳥が取れないんじゃないですか。あー、でも僧侶だからザキとかあるか。どうするかな。神言の術見せてやる。神言の術見せてやるよ。ベホイミア使っちゃっていいと思うんですけどね。手札をドローしましょう。いや、67狙い撃ち。死亡時能力付き。えげつねえぞ。精霊の矢。俺のターンだ。クイーンスライムが1体だけ。いや、ダメか。クイーンスライムもこれから44で出るのか。信号の地図お相手さんも1枚使っているので。そろそろ覚悟を決めるんだ。復活の杖。このクイーンスライムを取っとかないと。いや、待てよ。でもな、クイーンスライムと極楽鳥は相性悪いぞ。極楽鳥は狙い撃ち持ってるんで、守護というか仁王立ちとかそこら辺も無効化できるんですよね。さあ、極楽鳥2体目私もさせていただきましょうか。精霊の矢、こいつを喰らえ。こいつを喰らえ。ザラキが来ても大丈夫ちゃう。ザラキが来たら来たで、体力お相手さんが回復その前にできなかったら勝ちですわ。なるほど。まあエロスの弓装備して終わりましょうか。勝ったろ。勝ったろ。ああ、勝ちました。2体しか死んでないから2体しか出ないんだよね。うん、いや確かにね、これが決まったら地獄よ。ただ極楽鳥との相性も悪かったかなと。いやー、増殖デッキ見るね最近。まあ面白い戦いができて僕はいいんですけども。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。